福島での公演を無事終えて、今ミクって書いてある銅像の横にいます。ミクって書いてますね。佐々木直哉さんという方が1988年に作った銅像らしいです。ミク誰だろうというような銅像がですね、この橋のところに設置してあって、でここの橋歩く人なかなかいないんですけど、銅像がいくつも立ってて今歩いてますね。あ、向こうからおじちゃんが一人来た。ここ歩かないのかなみんな。で、あの水がなんか不思議な色ですね。白くなんか青と白みたいな濁った感じの色でありますよね。たまにこういう水の色ね、山の方の鉱物のあれなのかな、成分によってこういう色になるのか、白い白濁系の水になっている、そんな川を今越えておじさんとすれ違って、もう誰ともすれ違うことはなさそうな橋を今福島駅に向かって歩いているところです。話をした会場からお前は歩いて帰ってるのかと言うとですね、そうでもないですね。そうでもないんです。これは土田さんが作った光の中に、なんか女の人の裸が多いな、ここ。あ、もう一個あるけど、あれもなんか女の人の裸っぽいですよ。なんか男の人が女の人の裸の彫刻を作るって、そういうのを並べる橋なのかしら、ここは。ここを歩いてるのはですね、講演会の会場主催者が車で駅まで送りましょうかって言ってくれたんですけど、歩きたかったのとですね、その手前にリサイクルショップがあって、そのリサイクルショップをググってみるとちょっとね怪しかった。おもろいのありそうだなと思ってリサイクルショップまで車で送ってもらったんですよ。流行流れる光、橋本さんという、またこれも男性が1988年に作った、全部88年ですね。88年に作られた地元の作家さんなのかな、が作ったものがいっぱい並んでいる橋ですが、この橋を歩く人はどれぐらいいらっしゃるのだろうか。で、その、まあ、途中でちょっと気になってたんですね、リサイクルショップに下ろしてもらって、でもそこでいろいろと見てましたね。なかなかありましたね、いろいろ。ただ一部やっぱりね、金額上がってんなって思うところもありました、うん、ああもうこれいろいろ調べられてますねっていう感じのものがあって、欲しいなって思うやつもあったけど、重いなって思うのもあってね、荷物になっちゃうな。それで結局は本を3冊買っただけで、まあ、文庫本ですね、1冊100円の棚から文庫本3つ、ゲーテの色彩論が100円で売ってたんですよ。これなんか前から買いたいと思ってたけど、まあね、筑摩の文庫だっけな、どこだっていうの、学術文庫だっけな、1500円ぐらいしちゃうんでね、普通ゲーと、どうしよう買おうか買わないかって迷っていったタイプの文庫でしたから、それがここに100円で売ってるってなんかすげえなと思いまして、まあ、そのあたりは買っときましたが、まあ、物としてはね、いろいろ陶芸というか、なんか器とかもありました。梅山窯のやつとかありましたね、砥部焼の。愛媛県のやつがなぜ福島県にって思いましたが、ね、こっちの方だったら、何鉢って言うんでしたっけ、お魚入れとく四角いやつね、あんなやつとかがあるのかなと思ったら、まあ、それっぽい焼き方したやつはありましたけど、丸いお皿で。でも、あれはなんかニシン鉢か、ニシン鉢はなかったですね、というようなものを見た後、あとはもう車も帰っちゃったんでね、送ってくれた車も帰っちゃったから、じゃあもう福島駅まで歩こうかということで今歩いてて、そしたらそのでっかい川、さっきの川をですね越えるための橋が、いや、あんまりかかってなくて、ここしかもう渡るとこがないということで、この新幹線ですね、これはね、乗ってきた新幹線、そして今からこれに乗るんですけど、この新幹線の横をひたすら歩くと、
なんかあのご飯食べるお店とかあるかなと思いながら歩いてたんですけど、何のお店もなかったっす。駅のね周辺にはあるらしいんですよ。駅のあの東側にはですね、餃子の照井っていうあの羽餃子のね丸い東口店があるということを聞いてたので、まあじゃあそれ食べようかなと。お昼ちょっと過ぎたしね、お客さんもだいぶ減ってきてるかもしれないんで、並んでないかもしれないんで、ちょい東口まで行って餃子の照井で餃子食べて帰ろうかなと思って、 Google マップ見たら本日定休日。はい、もうまあ大体こんなもんですよ、いつも通りですね。だからまだ何食べればいいかわからないままお腹空いてて、でひたすら今歩いてる。でまあウォーキングとしてね、筋トレも含めて歩くのはいいことだろうと思ったんですけど、まあ、どうせ歩くならなんかちょっと撮影でもしてみっかってことで、今皆さんにもお付き合いいただいてると。一緒に散歩しましょう。一緒に散歩してる。どうですか、さっきすげえ風だったんですけど、こいつウィンドジャマーどうですか。福島駅は西口と東口があるようで、来るときは僕西口から降りたんですけど、ちょっと今回は東口に行ってみようかなと思いまして、新幹線の東側を歩くことにしてみました。で、まっすぐ行けば着くのかしら。東口、ちょっとこの今度はだから新幹線を左手に見ながら歩いていこうかなと思います。あと10分ぐらいかな。なんか面白い場所が出てくると嬉しいなと思いますね。では歩いてみますと思ったけど、またすぐ引き返してきてですね、なんかこの新幹線沿いは歩けないみたいです。今 Google マップ見てたら、なんかこの辺って本当に歩行者の道がすごい限られてますね。福島駅周辺の皆さん、それちょっと皆さん的にもなんか文句あるんじゃないですか。この、まあ、車は距離あんま関係なくじゃんじゃん行けるんでしょうけど、福島駅に到達しようと思うとですね、これはうにゃうにゃと遠回りしないと東口に行けないとか、あの今の新幹線のところそのまますぐ行くと駅なんですよ。でもその横を通ってる道そのまま行ったら途中で道途絶えるんですよ。だからあの新幹線から一回めちゃくちゃ離れてですね、在来線の下くぐってから左に曲がって北へ向かう、でそうやって回り込んでの東口みたいですね。さっきの川を渡る橋もなんか似たような回り込み方しましたけど、この辺なんかいろいろと歩くっていう面からするとちょっと難しい地域なのかもしれない、そんな気がしました。あ、電車が通ってますね。荷物を運んだ長々とした電車が続いている。こっちが在来線で、今背中向けている方が新幹線で、これが両方福島駅に到達し、でこの2つの駅が重なっているから西口と東口がだいぶ距離ができてしまって、で上の陸橋みたいなやつを渡らないと東西が行き来できないと、多分そんなようなことになってんだろうと思うんですよね。その関係か今僕はそれよりもだいぶ手前でですね、東に向かって歩くということになって、わなんかちょっとすごい神秘的な映像になったな。まあそんなようなことを遊びながら楽しみながら歩いております。はい、じゃあもうちょっと歩いてみますね。